ゆっくりがお送りする岩音実況動画。今回は、通常北極基地をジオンでやっていきますよ。みんなゴールデンウィークどうだった？マリサもいますよ。相方が視聴者に媚びを売ったところで、相方が視聴者に媚びを売って気持ち悪いと思われたところで、命を願うんじゃねえよ。今回は現在開催中の EX ガシャ機体にフリッツヘルムを加えた銃撃編成で、とにかくハッピートリガーセットでキッズたちよ、M ドナルドを救ってよ、D ナルドも土下座してるよ。微妙な話題に触れるんじゃねえよ。土下座してるようには見えませんけどね。ということで、初動はフリッツちゃんのスマイル0円で、中央から数字拠点踏むいつものコースです。チキンクリスプばっか買ってんじゃねえぞ貧乏人ども。クラブハウスバーガーおすすめですと相方が申しております。売ったことないけどね。もっとこび売れよ。マック大好き。笑顔に隠しきれないよ。小島な心が見て取れる。200円マック買ってみようと思うけど、結局同じ値段でハンバーガーとチキンクリスプ両方買っちゃうくらい好き。お前もう黙れよ。そんなことよりフリッツちゃんの足では戦闘集団に全然追いつけない模様。強襲足とはいえ320銃撃の足回りじゃ当然だけどな。このザク痛快フリッツキンズはキュベレイガシャで手に入れた高コスチャージマゼラ機体。ちなみにチャーマゼはキンズ限定武器。しかしこの機体はあまり評判がよろしくないらしいですな。現在 EX でもらえる S10 でいいんじゃね？提言が多いからな。こちらのチャーマゼの特徴はフルチャージで威力が2倍の6000になるんで、ロケ種でなくても使えるのはいいね。こいつは爆風拡大だったが、当たれば結構生え叩きできるしな。しかしフルチャージ時の弾速は 1.2 倍なんで、なぜか S10 より遅いという欠点を持つのですよ。速さ的にはチャージビームバズ M 型のフルチャージくらいの速度はあるんで、ペズンドワッチのコスト低めと考えればわかりやすいか。どっちにしてもエイム力のないウプ主的には大差ないんで、 S10 より足回りのいいフリッツも悪くないといったところ。直当て生え叩きより壁当て爆風で削るのがメインですから、チャービと違って外れても爆風ダメに期待できるのがチャーマゼのいいところ。しかしまだ1発も当たってねえな。こうなれば3踏みに特攻しかあるまいて、そしてオツガンにあっさりやらるる、いいとこゼロの終わり方。オツガンぶっ壊れだな。修正派よ、乗ってる人の違いだよ。じゃあ今度は 2F2 でバズ室ぶっぱで突っ込んでやんよ。いや別に無理して突っ込まなくても上からぶっぱしてやえんじゃね。納金ジオンが3踏みに行かないでどうすんだよ。はっきりしないやつは死ぬぞ。アンディ超レッサーパンダ100メガショックとごっちゃにすんじゃねえよ。くらえチャージバジュッカ、かすりもしねえな。からのロケ出出ルーム、機体処理しただけだったな。誰だよ3踏み行こうぜとか言ったやつ。お前しか言ってねえよ。中央とかクソゲーだな。もう来たでいもっとくわ。逆切れがひでえってレベルじゃねえぞ。というわけで、最近ジオンで人気のザク 2S 型銃撃、通称 S10 で北をしてるみたいなんで、勝ち馬ライダー氏に来ました。ただの戦犯じゃねえか。中央をされたら戻れよ。わかってますって。こいつのチャーマゼイフはフリッツと違ってフルチャージで速度が 1.5 倍されるんで、結構な弾速。低コストチャービと一緒って噂なんで、バズ系の弾速としてはかなりの速さだな。でも威力はフルチャージで 1.5 倍と抑え気味なんで、ロケ種じゃないと厳しいかもね。威力最大強化しても通常の F マゼラと同じ4950の威力なんで、テンプレ装備の100式相手だとロケ種じゃないと落ちないらしいな。ちなみにこいつは以前のイベでゲットしたロケ種さんなんで、だいたい生えた叩きできる模様当たればね。武器の性能が良くても腕が伴わないとね。ということで、6拠点にちょうどバックマイヤーさんが来たんで、的になってもらうんやで。適度にうろうろするエース機はエイム練習相手としては最適。でも戦場ではただのエースしゃぶりですからね。これはエースに6を踏ませないよう、私がおとりとなってるだけですから勘違いしないでいただきたい。いやもう完璧に6踏まれてますけどね。今から踏みに行っても死ぬるだけだから、もうこっ
から射的続けるしかない。すまんな。さすがに連邦もエース支援に集まってきたな。これはもうあかんやつや。こうなったら最後までチャーマゼ射的続行つけない。コスト240なんで早死んで乗り換えた方がいいレベル。おい、ちょっとまたゼータじゃないですか。なんだかんだ言って結構ゼータ多いのな。まあ人気期待だし、初の高コスト可変機だから回した人は結構いるみたいだね。おし、じゃあ中央で4取ったみたいなんで、ここは鹵獲ジムストで防衛に参加ですぞ。いや、まだドムトロピカルが残ってただろ。まだ早いでしょうがよ。南国ちゃんは取っておきなんだから、ここぞって時のために温存しとかないと。いや、コスト260なんだからガンガン使い倒した方が効率いいでしょうが、つか鹵獲無理に使う必要ないだろ。こういう段差多いとこだとホバーキ不利でしょうがよ。万能ジムストの方が防衛しやすいって計算ちゃんとしてるんですよ。マンバズ持ってねえクソデブは引っ込んでろよ。そんねだだ漏れじゃねえか。使いたくねえなら最初っから入れなきゃいいだろうがよ。 EX ガシャ機体って縛りで編成してんだからしょうがねえだろうがよ。一応入れとかねえと南国ちゃんかわいそうでしょ。そういうのやめなよ男子。お前がやめろよ。ちょっとせっかくジムストが華麗にガンブム倒した場面、しょうもないボケで流れちゃってたじゃないの。もしそこのジェスタはこのジムストがえなる。こいつ最低だな。撃破されたものの撃破確定取れたんで満足です。じゃもういいだろ、さっさと南国ドム乗って解説な。ちょうど 2F2 のクール開けたんでちょっとバズ出して乗り捨てるわ。いや、順番的に南国の方が先だろ。うっわ、速攻やられたわ。おし、じゃあもう時間的に南国の出番だな。いや、ちょっと待って、今回メインの S10 ちゃんがもうクール開けたよ。使うっけないでしょ。いや、もうさっき一回出ただろ。やべ、自爆したは。じゃあもう南国しか期待ないから、ちょうど高コスのフリッツ開けたからチャーマゼ戦機続行だな。おい、いつになったら南国使うんだよ。もう試合中盤来てんだぞ。うわ、ジェスタにやられたか。もうトロピカル以外いないからね。あと5秒で 2F2 出せるわ。おい、マジでいい加減にしろよ。さっさと南国デブ出せよ。いつまで引っ張んだわ。すげえ切れんじゃん。切れすぎて南国ちゃんのことデブって言っちゃってんじゃん。おし、ちょうどビートツチャンスだから南国チャンネズチャンスですよ。おっしゃ、南国行ったらんかい。トロピカル魂見せてやれや。南国は他の2機が優秀すぎて惨敗扱いされてるけど、それほど悪くはない。低コスト期待。マンバズは持ってないけど、ホバー移動なんでカタログスペックより長距離移動は優秀。さらにドム系の弱点であるブーチャが280もあり、260というコストの低さもあって、こういったネズミや核運搬役としては意外な能力を発揮できることもあるか。はい、無理でした。何やってんだよ。つっかえねえな。クソ惨敗じゃねえかよ。もう 2F2 と S10 だけ出しとけよ。期待を裏切られた時の人の感情って怖いね。ということで、僅差ながらジオンを背負せの展開で残り4分。ここは最後にフリッツでもできるってとこを見せときたいところ。百式落ちたぞ。金ピカを逃がすな。 10F バズからの F マシでとどめを刺すのです。ギリ間に合ったな。フリッツは撃ち落とした後の武装も貧弱なのが難点。実はチャーマゼと同時持ちできないし、バズと油断はあるものの持ち替え時間があるんで間に合わないことが多いな。アーマーも銃撃にしては低いんで撃ち負けることも結構あるね。これだとやっぱ無料機体でコストも断然低い S10 でいいになっちまう声も多くなるよな。しかしチャーマゼの威力2倍は地味に強いし、足回りもコスト相応にあるんで悪くはないと思うんすけどね。いろいろと惜しい部分があるんで、修正入ればジオンの対空機体として広まる可能性もあんじゃね。無料の S10 があんだけコスパいいんだから、こいつももっと強くしてもいいんじゃないすかね。運営さん、死にすんながら粘って3キル。さらに逃げるガンブームを捉えて4キル目。チャーマゼイフは14発もあるんでフルチャージで撃ってれば相当粘れるな。壁打ちや床打ちでも爆風削りできるんで、チャービー当たらないクソエイムでもアシスト機として活躍できる安定のチャーマゼ機。爆風って大事だね。おし、これはジオンが核決めて綺麗に終わる予感。これだけ押してるなら B 核決まってもおかしくないな。しかしフリッ
つの体力はさすがに限界か。この時間で補給に戻るってのもちょっとなぁ。ちょうど大破したんでラスト乗り換えだ。ここはもう強襲を南国で突っ込むしかないよな。なぜ相方がそこまで南国に過剰な期待を寄せるのかわからんが、とりあえず強襲は南国ちゃんしかいないんで最後に C 突でも狙ってみっか。やっぱ無理だったわ。何やってんだよ、連休だからってたるんでんじゃねえよ。やっぱ参拝だな。何気分だよ、遅刻気分か。え、南国だけに瀬戸内気分かっつーの。例えが近場すぎんだよ。海外無理でもせめて沖縄とかで例えろよ。つーわけでジオンが格決めて見事勝利。やったぜ、 EX チケ集めがはかどるな。じゃあ移動で。順位はまあ普段はこんなもんですよ。襲撃4機編成だったからな。いや南国強襲だろ。知らねえよそんな期待。やつあたりが意地悪なシュート目レベル。ちょうど鼓動イベも100ポイトン達成でデラックスにマイゲトンやったね。次のデラックスにちょっと期待してるからな。スパガンの対になるジオンの期待は何なのか。またダブルゼータから引っ張ってくるんじゃね。アナハイムイベも折り返しなんでコツコツ進めときたいところ。では皆さんお疲れ様でした。来週は軍備拡張イベが来る模様。コンテナから倉庫チケ出るのは地味に良いイベだな。あとはカラーリング追加に道具マップでおでこうの凸マップ実装。マップ案件も今やってるみたいなんで興味ある方はどうぞ。このゲームのマップによる面白さの格差がすげえかんね。とりあえずキャリフォルニアのクソイモマップなんとかしろよ。といった意見はアンケートからどうぞ。つうわけでまた次回。